で、はじめは軽く。この足の部分を接合2ミリになります。で、12ミリを。はい、皆さんこんにちは。アルブル木工教室の辻です。以前、ノコギリの使い方とコツということで、ちょっと以前動画を紹介させていただいたんですけれども、まあその流れということで、今回は、木組みですね。実際にホゾという、ものを作って、で、ちょっと簡単な小さな椅子を作ってみようと思います。で、僕らの木工教室では、いろんな、まあ、電動工具、機械、大型機械があるんですけれども、一般に、ご自宅でできるような方法ということで、作っていこうという形で、考えてます。これが今材料ですね。ここに足があって、ここに、ホゾのメスの穴を掘って、こっちにノコギリで切ったホゾのオスを作りましょうということで、そういう形で、ちょっと動画を紹介していきます。じゃあ、始めていきましょう。はい、これが完成した、椅子になります。という形です。一般的な、テーブルや、椅子の形と若干違います。幕板という部分をこう交差させて、止めているというような形になりますね。今日は、まあ、いろんな作り方があるんですけれども、ホゾの数をちょっと減らして、作りやすい作り方で、椅子を作っていこうということで、こういう形になってます。はい。では、まず、墨付けをしていきます。墨付けとは何かというと、まあ、一般的に、DIY とかの本だと、マーキングとか言ったりするんですけれども、僕ら木工でやるときは、墨付けと言って、印をつけていきます。で、その印付けは何のためにするのって言ったら、一つはもちろん、加工していく目印になるんですけれども、もう一つは、ノコギリとかで、切っていくときに、ここですね。もう、跡がきちっと、傷がついていたら、ノコギリはそこに刃が食い込んでくれます。という形で、そういうふうに、墨付けをしていきます。で、まずはじめに使う道具。これが、ホームセンターでも売られているものです。毛書きと言います。毛書き、どういうものかというと、ここにカッターの刃みたいなものがついています。で、ここの壁に、材料を当てて、ここで印をつけていくという、これがあるとすごい便利な、優れものです。そんなに高くないものなので、もし興味ある人は買ってみてください。で、毛書き、こう見てみると、まずこんな T の字型になってます。で、次に、ここにメモリが書いてあるんですけど、このメモリ、あまり当てにしないでください。あくまで目安です。で、まずこの刃先からこの壁の位置を設定してあげます。で、今回は、ホゾのオスの長さを2センチにしてあげたいので、このカッターの刃からこの壁までを2センチにして、これをギュッギュッとネジを締めてやります。で、これで今ある程度2センチになったんですけど、微調整をしたいという場合は、これちょっとこう、叩いたりして、で、もう一回締めてやったりします。はい、今これで2センチになりました。はい、では実際に、毛引き、毛引きで、墨付けをしていきます。さっきこれを2センチに合わせました。この壁から、この刃先までが、2センチに設定されています。で、持ち方なんですけれども、こういうふうに人差し指と中指の間に、この持ち手の部分を挟んで、こういうふうにしっかり面を覆うように持ってあげます。で、この材料の端っこにピタリと、つけてあげてください。そう。で、こういう形で動かしても、こんな風にずれないように、ちょっと一回自分で感覚を練習してみます。で、このまま親指をできたら、この刃の上に当ててあげて、ぐっと、はじめは軽く、今これで、ここに筋がつきました。爪でこう引っかかるぐらいの筋ですね。で、はじめに木の繊維をこう切ってあげて、それから、徐々に、力を込めて、やってやると、太い線になります。こういう線ができていると、次、ノコギリで加工していくときに、ノコギリの刃がここにピッと入ってくれるので、非常に加工がしやすいです。そのために、鉛筆ではなく、僕らはこの、毛引き
を使って墨付けをしていきます。で、まずここに1本線が引きました。では、今度90度ひっくり返して、同じように、はじめは軽く、徐々に強く線を引いてやります。同じようにこちらもですね、はじめは軽く木の繊維を切って、さらに徐々に徐々に強く。はい、ここでまた線も引けました。最後、この4面、第4面ですね。こういう形で、ぐるり一周、ここに筋がつきました。そしたら、今度、反対側も同じようにやってあげましょう。はじめは、まあ、慣れが必要だと思うので、ちょっと練習がてら、端材などでやってもいいかもしれません。こういうふうに軽くつけて、なんせ、ここがガタガタ動かないように、きちんと、ここの手で、この面を捉えて、動かないように、で、はじめは軽く、徐々に強く、はじめは軽く、徐々に強く、この繰り返しですね。で、毛引きなんですけれども、例えば、じゃあ、これ一緒にもうこうやって2本とかまとめてつけてしまった方が早いんじゃないのと考えるかもしれませんが、どうしてもやっぱりこうずれたりっていうことが出てきます。なので、2本まとめてやるのではなく、1本1本、つけてやるというのを、まあ、心がけてください。じゃあそのまま、ちょっと続けていきます。はい。こういう形で材料が90度にしっかりこう切れていれば、ここの面からぴったり2センチのところにぐるり一周結ばれる形で線が引かれます。あくまでこの断面が90度がしっかり出ているということが、大前提ですので、その材料をカットするときに、また、そのノコギリの使い方の動画であったように、きちんと、90度に切ってやると。もしくは、ホームセンターなどで、パネルソーという道具で、切ってもらうこともできます。そういう形でしっかり90度を出た材料を使うというのが大事になります。はい。これで、まず一周かけました。はい。では、今度、ほぞの縦の部分を同じく毛引きを使って、墨付けをしていきます。で、じゃあ、ほぞの厚みっていうのは、何ミリにしたらいいのかという話になるんですけれども、今回は、8ミリでいこうかなと、考えています。まあ、いろいろ、ほぞの厚みも、任意で決めることができるんですけど、今回は8ミリでいきます。そうすると、今この20ミリの厚みの板ですので、これを、8ミリで、ほぞを残すのであれば、20マイナス8ミリ。そうすると12ミリになります。で、12ミリをさらに2で割ると6ミリになりますので、この端っこから6ミリ、端っこから6ミリ。をノコギリで落としてやったら8ミリ幅のほぞができますよという形の作り方になりますね。はい。で、まあ、今回ちょっと便宜的に8ミリにしているんですけれども、本当はほぞはもっと幅が広かったり、長かったりした方が強度があります。今日はまあ、簡単な作り方ということで、ほぞの幅は8ミリで設定しています。では、実際に墨付けしていきましょう。はい。それでは、同じように、毛引きのネジを緩めます。ゆるゆるになりました。さて、ここで、この壁から刃先までを6ミリに設定してあげます。はい。今これで、ぴったり6ミリになりました。はい。で、このネジをギュッギュッときちんと締めてあげます。はい。では、6ミリに設定できたので、実際に、ほぞを書いていきましょう。ここの壁に今度こうピタリと当てて線を引いてやります。そうするとこの20ミリの線のところからこういう形でほぞの厚みを決める線が引かれました。今度は小口側、木の断面側にも回してやります。はい。で、今度はこっちの下側にも回してやるんですけど、今度は、
この毛引きでどこで刃が止まるかわかりません。できたらこの2センチの線は超えたくないので、こう引いた時にちょっと行き過ぎてしまうかもしれません。なので、初めにここの2センチのところに刃を上から覗いて当てて、ギュッと一回、ここまででストップですよという、こんな穴を開けておいてあげてください。そうすると、今度は、こう引っ張った時に、そこに刃が食い込んでストップしてくれます。はい。で、こういう形で、まあ一番奥まで行かなくてもいいんですけれども、こういう形で線が引かれました。同じく反対側もですね、こういう形でグッと線を引いて、上から引いていくと、そこでストップしてくれます。はい。こんな形で、線が引かれてますね。さて、じゃあ今度は同じく小口。上側に、こう、墨付けをしていきます。で、さっき、できるだけ初めは軽い力で繊維を切るようにというふうに説明したんですけれども、その理由としては、木はやっぱりこう繊維が流れています。まっすぐじゃないところもあります。いきなりグッと力を入れて引っ張っていくと、木の繊維に負けて、まっすぐ引いているつもりでも流されてしまうことがあります。なので、木の繊維を初めに軽くカッターで切るように切ってあげてから、グッグッと力を込めて墨付けをしてやるというのが一つのコツになります。では同じように続けていきます。はい、 OK。 はい、それでは、今回は三方胴突きといって、ほぞのこの上の部分もちょっと書き取ってやりたいという形になりますので、ちょっと後で、まあ、ご説明させていただきますけど、ここの部分も、なくなります。で、その印をこの上から1センチ下のところに、線を引いて、ここもノコギリでカットしてやりたいというような形の、墨付けをしていきます。同じように、この毛引きを今度は1センチに合わせてやります。で、グッグッグッと締めて、しっかり緩まないようにですね、1センチ。で、ちょっと、叩いて微調整をしてやります。はい、1センチになりました。では、同じように上から1センチのところに印をつけていってやります。はい、同じく小口側。で、最後は、下は見づらいので、ここにクイッと印をつけてから、今度は上から線を結んでやります。はい。で、今ここまでで、ほぞの墨付けがおしまいですね。どういう形になっているか、ちょっともう一回ゆっくりこう見てみましょう。ぐるり、ぐるりと、線が引かれている状態です。今、この付けた線というのをノコギリで切っていくような加工になります。ですので、刃がしっかり食い込むように、ぐっぐっと力を入れて、しっかり筋、爪が引っかかるぐらい、とにかく、しっかりとつけてやってください。はい。じゃあ同じように反対側も、やっていきます。これで。はい。で、最後、こちら側ですね。はい。これで。同じように墨線が引けました。で、ですね、例えば、もしかすると、こういう方もいらっしゃるかもしれません。例えば、まず、ここの部分だけを完成させようということで、毛引きを2センチに合わせて2センチに引きました。次は、ここを6ミリに合わせて6ミリで引きました。で、全部終わったら今度こっちに行くというふうに作りたがる方もいるかもしれませんが、
これを6ミリに設定したら、全部それで6ミリで墨付けをする。で、2センチにしたら、全部2センチで、必要なところは全部、墨付けをするというのが大事になります。一回一回これを変えると、人間のどうしても目分量になりますので、どうしても誤差が出てきます。なので、一度これで決めた目盛りというのは変えずに、それで全部補助の墨付けをしていってください。はい。それでは今度、足の墨付けになります。まずはじめに、ちょっと鉛筆で、墨付けをしていこうと思います。その後で、ちょっと加工がしやすいように、このもう一回毛引きで、きちんとした傷跡を残した印をつけてやるという手順でいきます。では、まずはじめに、上から、先ほど、ここの部分を、1センチ、彫り込むことにしました。なぜかというと、これ、椅子で、この部分が、上になったときに、ここ、補助がスコーンと抜けてしまわないように、1センチ下のところから穴を掘ってやろうと思っています。ということで、さっき、この部分が、1センチということの、算段になってました。はい。なので、上から始め1センチの下がったところに、まず線を引っ張ってやります。で、その時に、一つ、便利な道具が、この毛書きゲージというものがあります。どういう風になってるのと言ったら、こういう風に目盛りに合わせて、こういう風にブロックをしてやると、この段差分ですね、勝手にずれてくれて、ピタッと合わせたら、墨付けが簡単にできるようになってます。なんですけれども、これ結構高価なものになります。ホームセンターにも、一般的にはまあ売っていないものですね。なので、今回は、ホームセンターにも売っている、このノギスをこの毛書きゲージの代わりに使ってあります。まず、このゼロの印を、1センチのところにピタッと合わせてあげましょう。そうすると、ここの頭の部分から下まで1センチずれてくれました。で、この差の分を当てて、つけてやろうという形になります。で、この時にちょっと大事になるのが、節ですね。今この4本並んでいるんですけれども、この節の部分に補助の穴が来てしまうと、すごい加工がしづらいです。節というのはすごい硬い部分になります。なので、こういうところはできるだけまあ綺麗なものにしてやりましょう。で、もっと言ったら、こだわるようであれば、この時に、補助が決まるということは、外側がどっちに来るかっていうのも決まってきます。もし、この節とかをできるだけ省きたければ、例えば、こっちの方を外側にしてやって、綺麗な風にしましょうね、というような形の算段になります。ただし、こっちの補助が入ってくる部分には節がないようにしてください。はい。今回は、まあ、ちょっと適当にやってみます。はい。では、このノギスでできた1センチの線を、こう合わせてですね。で、墨付けをしてやります。1センチ、1センチ、1センチ、1センチ。はい。こんな形で、まず4本。上から1センチのところに線が引かれました。はい。では今度は、この、幕板の下場がこう来るわけですので、今度はこの部分の線を引っ張ってあげましょう。この幕板は今3センチにしてあります。つまり、この、ノギスを、目盛りが0の部分を3に合わせてあげましょう。これで同じようにピタッと離れないようにしっかりつけて3センチのところに印をつけてやります。3センチ、3センチ、3センチ。はい。これで穴を掘る。どこからどこまで掘ればいいかという印が今足に書き写されました。はい。では、今度は補助の幅を決めてやります。先ほど補助の幅は、オスの幅は6
ごめんなさい、8ミリということで決めました。ですので、今この足の材料が30ミリ、3センチですね、あります。ということは、30マイナス8ミリは22。22を、さらに2で割ると11ミリになります。なので、こちらの幅から11ミリ、こちらの幅から側から11ミリということで、線を引っ張ってやったら、この内側が8ミリになりますよという計算になります。では、同じように、このノギスで0の部分を11に合わせてやります。はい。で、同じように、こういう形で線を引いてやります。ちょっと見えづらいかもしれませんが、今こういう形で穴をどこからどこまで掘ればいいかということで印がつきました。はい。で、まあ、ノギスが、まあ、これをお持ちでない方は、こういうものでできるだけ正確にやっていただいても構いませんが、どうしてもやっぱり目盛りをその見る、合わせるときの誤差が出てきます。なので、木工や精密な加工のときには、できるだけ物理の力を借りて、ここまで当てたらどうやっても同じ線で引けますよという、こういう物理的なものがあると、より精度が高いものができると思います。はい。じゃあ、こういう形で、印がつきました。で、わかりやすいように、パッと見てわかるように、こういうふうに斜線を引いて、どこに穴を開ければいいっていうものを一応書いておいてください。はい。では、これに合わせて同じように毛引きで、この部分を印をつけていきます。なぜ、この毛引きを使って傷をつけるかというと、今度はこの部分のみで掘っていく形になります。で、その時にのみがその傷に当たって、取っかかり、しっかり、ずれないように立ってくれるように、これで印をつけていくというのが、一応、その精度の高いものを作る時の、まあ一応基本ということになっています。では、つけていきましょう。こういう形で